実はですね、あのー、私の、えー、父も母も、千葉で日本共産党員を生涯やっておりまして、えー、そういう点で私、家業を継いだと、もう言えなくもないんですが、まあ、あの父や母に入れと言われて入ったわけじゃありません、でただあの、いろんな、えー、条件整備はやってたようで、父などもいろんな個展をね、私の机の上にそっと置いて、まあ、これ、面白いから読んだらどうだと読んで。 持ってきたことなんかもずいぶんありまして、その作戦にまんまと乗って、読み始めたのが、こういう道に入ったきっかけになったんですが、あのー、2人とも共産党員だったんですが、やっぱ草の根でこつこつと、最後まで頑張りました、父の場合はね、あのーえー、戦前は軍国少年で、あの陸軍4年学校っていうね、あのバリバリの、まあ、軍人を育てる学校に行ってた。船橋で教員になるんですけども そういう経歴ですから学歴が中,中学校卒業で教員の免許が正式に取れなくて、まあ、当時代用教員で行言ったんですがそういう代用教員からスタートしてで、まああのまあ、いわば下積みですよね。ですから教職員組合を作る場合も、えー、立場の弱い妖民の方とかそういう方とまずあの友達になってそこから、えー、教,教職員組合を船橋で作ってね広げていく。 あの草分けをやった活動をやっていました、それでちあの船橋で、えー、市議会議員になったことが2期あるんですけども、3期目に、えー、8人立てて5人落としたという失敗を船橋やったことがありまして、その5人のうちに父も入ってしまいまして、で職業を失うということになったんですが、全然へこたれないで、今度はあの地域支部の支部長になって、こつこつと最後まであの頑張りました。 まあ、そういう生涯を送ったのが父の,あの生涯なんですね。それで母もですね、大体同じように、えー、一緒に活動して、同じ支部で頑張ったわけでありますけれども、えー、父が亡くなったのがね、えー、2005年、もうぶん前になりました、2005年の、えー、4月30日で、えー、メーデーの前の日なんですよね。私があの、明日メーデーで困ったなって一言言いましたら、母がですね、うん、あなた明日のメーデー行って挨拶しなきゃダメよと。 それで5月3日、憲法記念日行って、朝しなさいと、委員長なんだからって言ってね <laughs>、言うんですよ、お父さんの葬儀は先延ばしにすればいいんだからってこう言うんですね、そういう母でありまして、その母もですね去年の12月26日に96歳で亡くなりました、老衰だったんですけども、最後はですね、私、東南アジアに行く日程があったもんですから、母のところに最後、会いに行って。 会えなくなななるかもしれないななと思ったんですけども、明日から東南アジア行ってくるよって言って、行きましたらいつ帰ってくるんだってって、どこ行くんだって話になって、こことこことここと回って、まあ、10日ぐらいで帰ってくるという話をしておりましたところ、ちょうど最後の日程で、ベトナムの書記長とね、会談しているさなかに亡くなったんですね。で、会えなかったんですけども、まあ、最後まで頑張ってくれたのかなと思います。で、まあ、そういう父と母だったと。で、私ね、これね、父と母の自慢話じゃないんです。 そういうつもりで言ってんじゃないです。だから日本共産党の党員っていうのはそういうね、あの本、ー、当コツコツと草の根で頑張って、あのー、こう自分の、えー、幸せをですね、周りの人の幸せのために少しでも頑張ろうということで頑張ってる人たちが、あの日本共産党の党員だってことを言いたかったですね。あのー、私の母も一番最後の政治的行為は去年の一統一地方選挙で。 投票日のことでありまして前半戦までは投票に行けたんですね、それでちょっともう書けなくなったんですけども、指でこうさしますとね、あの戦艦の方が帰ってくるんですよ、それであ丸山真一さんね、で、最後に1票入れてで、丸さん入ったよって言ったら、もう手を叩いて喜んでたのが、忘れられないんですけどもあの、そういう最後まで頑張ってくれました、それで私が言いたいのはですね、そういう人で自慢話してるんじゃなくて。 あのしかし私、誇りを持っているんです、そう言った母をね、そしてやっぱり、あのー、私、一つ皆さんに紹介したい言葉としてね、私たちの大先輩のカール・マルクスが高校生の時に書いた論文で、職業選択にあたっての一青年の考察という論文があって、その中で、人間の幸福とはなんだろうかって論じてるんですねで、こう言ってる、最大多数の人を幸せにした人が最も幸せな人だと。 こういうい言葉があるもちろん最大出そうといっても世界中の人々を一挙に交付するってできませんよねで周りの人家族友人そういう方々をともかく幸せにしていくそのことがですね自分の幸せと感じるような人々で構成されているのが集っているのが日本共産党という集団ですですからね日本共産党に入ってね一山当ててやろうって人は、ね、<laughs> いないんですよ日本共産党に入って出世してやろうとかね 日本共産党に入って金儲けしてやろうなんて人はねまずいないというか儲かりませんそういう集団じゃありませんやっぱりそうじゃなくてやっぱり世の中のために役に立ちたい特に人の幸せのために働きたい少しでも働きたいそれが自分の幸せと感じるような人々で作られているのは日本共産党というあの政党であり組織でありますので私はこの日本共産党が大好きでありますそういう道をですね こういう機会ですから、どうかご一緒に歩んでいただけたらということを心から訴えまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。